田原博は、日本の実業家。ネミック・ラムダ創業者、新言州大学寺派僧侶、京都府京都市出身、龍谷大学文学部仏教学科卒業後、高野山大学大学院密教学専攻に進んだ、伊藤中自動車、エンサイクロペディアブリタニカ日本史社、石製作所を経て、1970年、日本電子メモリ工業設立、1978年、 同社の営業を引き継いで、ネミックラムダ設立、代表取締役社長に就任。ネミックラムダは1991年テント登録、1995年、東証2部上場、1996年東証1部上場、1998年、英国系親会社と対立し、代表取締役会長兼社長の座を追われた。のでもあるため、 その思想を経営哲学に取り入れた、揺らぎの球体経営などを理念とした、米百票の話を取材を投じて映画化した。米百票は、後に小泉純一郎首相の初心表明演説で話題となった。その後もベンチャー精神を発揮し、投資や経営などで活動中、講演活動も多い、マルチグラフィックス代表取締役や、 クリーンクリバー社監査役などを務める。アサヒグローブ2009年9月14日付、ハーバードで見つけた夢世界をかけるリーダーを育てたい。ありがとうございます。